ミコト先生に任せなさいシズちゃんさ一人で大丈夫引っ込んでる別名騎士団副団長アスナ、参りますお,お、おいあの人やばくねおっぱいがプルンプルン落ち着け優しく踏んでくれるかどうかが重要だろう貴様らの根性、叩き直してくれる綺麗なお姉さん発見よーしこれより作戦行動に入るぜ簡単には、攻略されませんよ。 私はお兄様をとても大事に思っています。私はお姉様を <noise> と思っていますわなんで俺の周りのちびっ子は全員強いんだよわ、ま、私はバスケやってるだけなんですがこんな子供が戦場にくそ絶対に守ってみせるぜあの、私が次の対戦相手なんですけど。セクシーな下着が似合いそうですわね。 私は白って、何を言わせるレベル5の力、甘く見ないでよね。電撃アビリティの使い手か、楽しみだ。この CAT で、あなたを打ち破ります。そんなガラクタ、コイン1枚あれば十分よついにこの日が来ましたわね、お姉様、まあ、ああ、あんた何する気よ黒すぎキリト君みたい何の話だ あんたも料理好きなんだってな。料理勝負ってのも面白いかもね。リア充ネットゲーマー、敵ですね。あ、アコちゃん、どうしたのかなグレンの炎で全てを焼き尽くす。私の前では、その炎さえも凍る。あ、ニート師匠、こんにちは。うるさいうるさいうるさい うるさいうるさいともかちゃん妹になってー、うん、わ私長女ですので私のお兄様はとても優秀なんですうちの兄貴はバカだけどそのうんエンジュちゃんを妹にちょうだい悪いがあいつは俺の家族なんだよ自販機は投げるもんじゃないのよ蹴っ飛ばすもんでもねえよ 物のぶん投げ方を教えてくれ。ええ、ええー、っと、左手は添えるだけ炎の剣レアだ。勝ったらドロップしたりしないかなゲームと一緒にしないで。負けた方が晩飯おごりってことで。悪いけど負けないわよ。何そのロットレアかわいいかわいいは正義です。ふん。 柄の悪そうな奴ね。目つきの悪い奴ほど、心は優しいのさ。な、なんだか気が合うわね。他人とは思えない。なんだあの武器レアだレアすぎるまた変態さんが現れたようですね。ゲコだは、世界一可愛いんだからね、ネコマタンは、宇宙一可愛いです、うん。よかった、よかった。よかった その格好、いやらしすぎますミニスカートで戦う方が危険かもしれないぞ。あんたが噂の貧乳勇者、地獄に落としてやるあんたも似たようなもんでしょうがゲーム好きならわかるでしょ世界を救う勇者の強さが。俺だって世界一つぐらいなら、救ったさ。姫って割に魔王みたいな奴が出てきたわね。OL みたいな勇者様に。 言われたくはないな。あの時の、リベンジをさせてもらう。俺ももう一度あんたとデュエルしたかった。お,お手柔らかに頼む。俺は劣等生だからな。よしあたしツを見せてあげるからね劣等生とか言って、本当はすごい能力持ってるんでしょまずい。これ以上見られるのは危険だ。お兄様に稽古をつけていただけるなんて嬉しいです。 気を抜かず、お互い安全第一で行こう。僕にはわかるよ。君相当強いね。すまないが、オフレコで頼む。ようやく本気で戦えそうだね相手にとって不足はない。全力で行くぜい今、万感の思いを込めて人生って、超難関クエストですね。たった一度の人生。 どうするかは君次第だよ。チャンスですわ <laughs> 勝ちましたね <laughs> お出し